皆さんこんにちは。テレビアニメぶっちぎれ一番星役の佐藤健です。皆さんこんにちは。作野役のときしんです。はいということでついに始まりました。はい。ぶっちぎれキャスト陣が作品の魅力を発信していくその名もよろしくぶっちぎれタッグ、ね。エコーが入ってることでしょうこれ、えー。きっと今すっごいオーンツ下げられたんでしょうね。今, <laughs> 今もうすっごい勢いで下げるのでチラッと今見えましたけ、ね、ど。<laughs> もう慣れてきたんじゃないですか慣れてきたね。もう <laughs> 僕ちゃんと一歩下がりましたよ。そうです。<laughs> はいえこの番組は前はアフレコ終了後にホヤホヤのエピソードをお届けしていいきますはいえ今はねは <い S 2> まさにえ今日の第3話「アフレコ」が終わったところで僕たちお話をしているんですけれどもえートークが公開されるのののもそそ第3話の放送終了直後だそうですえ皆様の感想がねもう3話目ですから結構いただけてるんじゃないかなと思うんですけれども実はですねのこの作品についてちょっとお話ししていくっていうのはまあ多分1話2話の時にもやってると思うんですけど。 あのー、今回がタイ何時すすに初めてなんですよ、ね、そうなんんででよそう、ええ、実はこの第3話からと<ー>いうところが初めてなんでございますけどもせっかくなのでねいろいろお話ししていきたいところではございますが、はい、あのこのトークがちょっとネタバレを含みますので是非、うん、第3話を視聴者た後に聞いていただけると嬉しく思います。すね、はい、はい、ということで7月からスタートして早くも本日第3話が放送となりましたけども。ええ いかがですか、まずこの作品の初めて見た時の印象とか、あっちいなって。あっち、特に一番星がもうすごいよね。<えー S 2> そうですね、パワーがもう。 いやだからこそでその朔夜もいて、えー、で他のキャラたちもめちゃくちゃ濃いじゃないですか。濃、えー、いんですよ、これも,もやっぱりねあの出てくるキャラクターキャラクターが、うん、みんな色濃すぎちゃって 1>, そうそうそうだ1話はやっぱり一番星に焦点が当たり2話ではちょっと朔夜に、ねえーえー、焦点が当たって、はい、3話目ではっていうところでしたけれども明らかに。はい ちょっと過去知ってだからだったんだなっていうところがちょっと分かりましたけども、ね、ちょっとずつ人間の雰囲気がこうだから逆にここからね他のキャラクターとかの過去とかが分かっていったら、うん、なんでこのねまずその新選組に入ることになったのかとかっていうのがちょっと分かってくるんじゃないのかなと思いますて、ね、ち,ちょっとそうですね3話終わった時点ではちょっと昨夜と、うん、一番星はやっぱね親を。 殺すっていうところが一番星は本当にちょっとトランマですからねす殺すと殺されたっていうところだとそれはやっぱりねちょっと価値観の違いみたいなところで一瞬やっぱりこう激尺とかは言いますけども何かとよく行動する <laughs> 行動が早いのよそうなんですよ気が付いたら一緒に行動してますからあとあの三話目通してやっと分かってきたのは、ええええ、あなるほど一番星は喧嘩する前にリーゼントを正すんだってピッピッ毎回必ずああれ多分ずっとやっていくんだろうなずっとやっていくんですよね ちょっと俺もう今から髪伸ばして <laughs> リーゼントするか絶対似合わない <laughs> うまい人間は絶対似合ですか俺もうある日こうバチコーンって長いリーゼントマイク迷惑でしょ <laughs> 上でずっとシャカシャカなってやつっこの辺がカッサカサいですよいや今度ちょっとリーゼントが邪魔ですっていうかもしれないね <laughs> はい、はいそしてね、まあ、あの3話でえ<っ>、クチオという稽古にねそうなんですよ、稽古に噴していた桂小五郎が初登場、うん、登場でございますけども、まあなんとですよ、えー、今回、僕らと同じく先ほど第三話のアフレコを終えた桂役、浅沼慎太郎さんにもお越しいただいております浅沼さん、お願いいたしますお邪魔いたします、イクチオ桂小五郎役の浅沼慎太郎ですお、えー いや、もうギャップ。いや、頑張りました。いや、もう、あのね、僕ら、あの後ろの方で聞いていたんですけど。もも、まず、幾千代の声が流れてきた瞬間にもう二度見ですよね。と思って。ちょっと、声からいい匂いがするんじゃないかって、思ってもらえるような。のを目指しました。本当、最高でした。お香、い、い、おいらんみたいな、そういう素敵な香りが。始終、あっちで聞いていて。仕事できた。 よかった。あれ、佐藤君。朝沼さんと。僕、はい、初めて。お初に。おめでとう。そうなんですよ。よろしくお願いいたします。あの、うるさい一番星でございます。いや、なんとなく、こう、見てて、うわ、熱いな、同じ意見になっちゃいますけど。いや、もう、これはもう、ザ主人公だなと。よかったです。ありがとうございます。もう、いかにも、僕が参加したら。僕がトリッキーになれるかっていうの。こうも、ここからの課題ですよ。 まっすぐなんだもん、<の>一番も、ね。そうですね。うん、まあ、一応グループ分けで取るから、全員で一緒に取れていたわけじゃないんですけど。まあ、浅沼さんは一応こうグループとして、結構終わり目に取ってるから、うん、まあ、あの収録されたの聞けるじゃないですか。はい、作品の雰囲気っていかがでした?。い,たいや、もう本当に、これすごいなと思いました。<laughs> いや、もともとあの新選組ものって、ええ、ええ、まあ。 昔かから人気じゃないですそうですねそれってやっぱり個性がすごい豊かなキャラクターたちが集まってチームワークというか群像劇というかそれで人気あるんだと思うんですけどこそうですねもうこれからみんなどうなっちゃうんだろうみたいなところの期待とかもそう本人じゃないんですよね。 それがねここまでみんな替え玉って珍しいですよねだからその中でこう本人を演じる人たちって割とす、ね、<laughs> あれなんか色濃いのいっぱいいるけど俺の替え玉がみたいなそう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 なんとなくこう新選組をピックアップしてるとこうなっていくんだろうなって想像できるじゃないですか全然できないですよね、えー、できないですよ 歴史の時間軸がずれてたりとかでも割と反ってるからどうなっやっぱりこう僕らとしては歴史の史実を知ってるる前提ででお芝居すすじゃないかだからこれこのあとこういう事件あるけどこれは彼らはどうするんだみたいなそしてそれにねいろいろ絡んでくる桂さん。いやもう桂小五郎さんって結構こうひょうひょうとしているっていうのはいろ<う>ん,んな作品に出てくる桂さんはまあ共通してあるんですけど今回のこの「ぶっちぎれ」でも。 ひょうひょうとしてるんですよ。えー、ただ。変装したり、えー、こう、なんかこう、スパイのように潜り込んだりっていうのが。えー、僕の中では、新選組だと山崎進さんのイメージなんですよね。ああ、確かに。結構忍者で描かれたりとか。ね。だから、そこがもう新鮮で。そして、難しいな、おいと思って。<laughs> <laughs> だって、今日の時点で、まず、で、ね、幾千代という女性もやりながら、はい、京都弁も。いや、もう大変でしたよ。 あれはどうでしたか実際にやってみて。金光さんに方言指導していただきながら、あとはもう一方で僕の。あの仲良くさせていただいている俳優の。あの上田寛大君という方が京都出身なので。ちょっと偉い役が来ちゃったんだけど、ちょっと京都弁を教えてください。偉い役が。偉い役が来ちゃった。浅沼さんの中でも結構偉い。そう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 、それでもうあの音声が送られてきて。 それからもうすみませんあの寝起きなんで鼻詰まってますけどみたいな感じで <laughs> <laughs> その時間に電話したんですどうしようと思って、ええ、でそれでまああの何とかでも、うん、あの金美さんからもあの反抗していただいて、うん、大丈夫ですあすごいあもう二重三重の難しさですよね、ええ、そうです <あー S 2> そして本人になった時のあのもうクールな,感じないやもうだって もうかっこいい役って言われてもう設定集見たらあのとあるかっこいいキャラクターの名前がもう出されてて「こんなイメージです」みたいな「ゆうちゃん言うなよ」それみんなかっこいいって言うキャラだったんですよその名前がもうプレッシャーったらないよね出てるとそうですよね「ここ,こ,このラインか」みたいなというかちょっとあのこの先もね おそらくこう絡んでくると思うのが出すね。よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますそうですね本当に楽しみですはいまあもうあのいっぱいもっと話したいところなんですけどとりあえずあの7分を過ぎたらエマージェンシーモードらしいのでマジっすかぼちぼち自分で切り上げてくれっていう風に僕アフレコブースにあった謎をちょっとで解明したかったんですけどねあの ケータリングのところに博多通りもんが置いてあったあれ大好きな実は僕がちょっとあのとあるイベントで博多の方に行っておりましてそうなんだこっそりすっと俺あの深読みしてはいあの博多えとんこラーメン替え玉カート めちゃめちゃ深読みしちゃいました恥ずかしいそれですって言った時それですやっぱり気使われてる終わろう終わろうはいということでねあっという間に終わりの時間が来てしまいましたけどもまあこんな調子でねあの本編の魅力にも触れつつキャラクターのねあの素晴らしさにも触れていきたいと思いますので今後もぜひお楽しみにしていただけたらと思いますお願それでは一番星役の佐藤玄人作家役の時春一と桂小五郎役の浅沼慎太郎でした 次回もお楽しみに